でね、リーグダーの穴を経由すればまたトキワシティとかニビあたりに戻ることもできるんだけど、戻るメリットがね多分ないんだよね今回の縛り状。確かフラッシュのアザマシンを秘伝マシンかこの辺で手に入ったと思うんだけど、そのね助手さんからフラッシュの秘伝マシンを、まあ、受け取ることができるんですが、その条件がポケモン図鑑10匹以上なんですよ登録が。でそれはね捕まえた数10匹以上なんで、この縛り上無理ですなので無理ですね。あと6頑張らないといけないので、少なくとも現時点で手に入れることは不可能なので、スキップします。行きません。フラッシュいりません。なので自動的に一部フラッシュ縛りみたいな感じにもなっちゃうんだよね。そう、フラッシュくれる方のことかな。ごめんなさい、受け取ることができんのですよ。受け取ることができんのですよ。すみません。ただね、次ね、次の町行くまでのところで岩山トンネルってところ通ると思うんだけど、そこでフラッシュいるんだよね。なので、まあつまりこれから何をするかと言いますと、フラッシュなしで岩山トンネルを抜けようと思います。まあ、視界縛りみたいな感じになってしまうんですが、まあ、これは俺だけじゃなくてね、これを見てる皆さんもたまには一緒にね、縛りを味わっていただくのもいいのかなと思うので、そんなことを言いながら僕は自転車をもらいに行こうと思いますよーし、自転車手に入れた。さあ、ということで、いい傷薬を追加で5つほど買ってきました。で、おそらく現状使わないかなってアイテムも預けてきました。ということで、これよりですね、岩山トンネルなるこの9番道路の方向に進んでいこうかなと思います。でですね、トレーナーさんがそれなりにいるので、あとね、クチバシーの右側にも結構ねいるんだけどね、まあそちらはとりあえずはそのままでいいかなと思うので進めていこうかなと思います。多分ね、レベル的にも余裕があると思うんで、とりあえずは行こうかなと思います。お、レベル32ってことはムーチョ進化かな。来ました、進化。だいぶ早いよね。まあでもバージー3つだから、そう考えるとまあ妥当といえば妥当なのかな。さあ、ということで、不思議花さんですね、ありがとうございます。よし、ということで10番道路着きました。一人だけトレーナーさんがいたかな、確か岩山トンネル前に。で、波乗りがあればこの下に無人発電所サンダーさんがいる場所だったかな、があるんですが、木の実もありましたねとりあえずはこっちに進んでいこうかなと思います。おー、ピカチュウさんか。大丈夫かな、大丈夫かな。一応ね、内藤さんが新しく竜の怒りを覚えました。このね、竜の怒りは固定で40ダメージ与えるって技だったと思うんで、まあなかなか場面によっては重宝するかなと思っております。よーし、
で、ピッピさんも竜の怒りでいっちゃうか。お、アンコール喜んで。よーし。さあ、ということで岩山トンネル頑張っていきますか。一回ポケモンセンター入ろっか。探していたんですよ、助手の方。ポケモン図鑑が20種類集まってるようなら変わらずの石を渡すように言われています。多いかな。5です。まだ5種類ですよ。そうか、また今度か。よし、では岩山トンネル入っていきましょう。一応ね、確認のレポートを書いていこう。現在5匹ですね。でね、岩山トンネルがなんとフラッシュが本来ねあった方がいいよっていう感じなんだけど、さあ、このように視界がかなり狭い状態です。この状態で頑張って岩山トンネルを抜けていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。まあ、移動に集中した方がいいかなって思うから、スプレーは使っちゃおうかな。とりあえず出ることを目標にやっていくんで、まあ、探索は甘々になっちゃうかもしれないですが、頑張っていきます。さあ、ということで岩山トンネル抜けることができました。ただですね、内藤さんがやられる寸前のところまで来ております。 P もね結構使ったかなって思います。で、シオンタウンまで行けばなんとかなるんだけど、もうちょいトレーナーさんもいるんだよね。毒消しも預けちゃったからな。ここはムーチョで戦ってきますか。それなりに内藤さんのレベルも上がったんで。よし、ということでもうちょっとだけ頑張ります。さあ、ということでシオンタウンに到着しました。このシルフスコープが欲しいんだよね。なので一旦次の町に行ってしまっても問題ないかなと思うので進んでいこうかなと思います。で、ポケモンタワー行けばね、ライバル戦があるんだけど、ここねライバル戦があるんですが、一旦ね玉虫シティ先に向かっていこうかなと思います。手持ちのポケモンを増やせる機会があるので、そっちをね一旦優先しようかなと思います。一回マップ見ようか。なのでこの玉虫シティですね。なので左に進んでいきます。さあ、ということで8番道路のトレーナーさんを通すことができました。
でね、こっちはね行けないんですよね。なので山吹シティを経由することが現状できないので、こちらの地下通路通っていこうと思います。そうだよね、デパートもあるんだよね、玉虫シティには。ワクワク。でこれで玉虫側に来ることができるので問題ないと。さあ、セシナのみ。セシナってなんだっけ。おー、薬の材料になるんだ。なるほどなるほど。よし、ということで玉虫シティでーす。到着でーす。ロケット団さんがいる。でですね、早速3匹目となる、まあ化石回せたら4匹目だけど、手持ちに入るポケモンとしては3匹目になる仲間をね、これより手に入れてこようと思います。このね、裏から入るんだよね。入って上に登っていく。このお部屋ですね。ワイヤレスアダプターね、ありましたね。さあ、ということでイブイさんです。 X 使っちゃったからな、 Y にしときますか。よーし、ということで手に入りました。レベルは25、十分戦力ですよね。さて、あとやるべきことは、玉虫で、こっちにね、確かね、PP エイドですね。があるので、取っておいて、あとは欲しいアイテムがちょっとあるんで、その辺を揃えてしまおうかなと思います。まずは、このマンションだね。マンション入って、ということでお茶を手に入れます。でお茶は山吹シティの通路の警備員さんに渡すことができるというアイテムです。であとはここだったかな、食堂でね、コインケースがもらえたはずなんで、ありがとうございます。これでゲームコーナーが使えるようになります。でちょっとゲームコーナーで欲しいものが2つほどあるので、これよりスロットやっていこうと思うんだが、どうもだんだんポケモンが関係なくなってきそう。でね、普通にね、コインあるんだよね、この辺に。なので、うまいこと、このコインたちを回収しながら、まずは進めていきましょう。結構いっぱいあるね。めっちゃある。さあ20枚。まあこのくらいでいいかな。で一応ね、買うこともできるんだけど、コインをね、50枚が1000円、500枚が1万円か。とりあえず80枚拾えたんだ。でちょっとこっちはこっちで進めるものがあるんだけど、とりあえずはまずは遊んでいこうかなと思います。
よし、やりますか。ニコニコ。あー揃った、すげえ、37揃った、やった。あーまた揃った、やった。のー、 R も揃った。おー、3回目、ありがとうございます。おー、4回目、やったー。おー、5回目、ありがとうございます。よーし、いいね、当たるね。2000枚いきました、ありがとうございます。よーし、よーし、3000枚いきました。めっちゃ短いスパンで2回当たったんだけど、すごー。ということで4000枚でーす。あと500ぐらい頑張りますね。400か。よーし、ということで目標の4500枚到達できました、ありがとうございます。よし、この辺までにしておきましょう。いやー、スロットだけで40分使ってしまった、なんということでしょう。ということで景品をね、これからもらおうかなって思うんですが、このように技マシンだったり、あとはポケモンですね。あとはアイテムか。このポケモンも捕獲ではないので、一応ルール上は問題はないんですが、あんまりこの辺でやりすぎてしまうと、まあ難易度的にバランスがかなり崩れてしまうかなって思うので、ケイシーさんのみ交換しようかなと思います。じゃあ KK で、アルファベットの K で。で、残りの4000枚は、技マシン35ですね。火炎放射、いただきます。で、まあ500枚ぐらいはちょっと残しておきましょう。またちょっと、スロット回したくなった時に、取っておきます。で、あのおじさんからは、卵海を教えてもらえるんだったかな。教え技が。確かあった気がします。で、あとはちょっとお買い物をします。さあ、ということで炎の石ですね、こちらを買おうかなと思います。 EV さんの花村の進化先を決めました。技マシンもそのためです。なので早速使ってしまおうかなと思います。お願いします。
さあということでブースターさんですね、進化しました、ありがとうございます。でさらに引き換えてきたワザマシン35火炎放射を早速使おうかなと思います。この技が欲しかったんで、で鳴き声と変えましょうか。でそのままジムに行きます。花村はもう即戦力として頑張っていただきます。よしジム行くか。で居合斬りで行けるよね。よし行きましょう。なんか覗いてる、ジム覗いてるおじいさんがいたんだっけ。いるよねやっぱり。さあエリカさんですね、自然を愛するお嬢様、行きましょう。よし行くか。タマムシポケモンジムエリカ認定トレーナー順平、さすが。では行きますか。もうトレーナー戦も含めて花村で行っちゃおうかなと思います。ケイケのレベル上げはどうしようかな。まあとりあえずジムですもんね、真面目に行きましょう。まだまだトレーナー戦も多いかなと思うんで。いいねーいいねー、一発だよ、期待しております。素晴らしすぎんか。よーし、ということでトレーナーさん全員倒しました。いよいよエリカさんと戦っていこうかなと思います。草タイプのジムなのですごい今更感ではあるんですが、相性をついて花村で行こうと思います。でねマジでみんな火炎放射一発で倒せた感じだったんで、いけんじゃないかなっていうのを正直思ってるんですが、よし行きましょうか。まずはレポートを受けましょう。ポケモン図鑑8匹です。不思議だね、不思議そう、不思議花、コイキング、ギャラドスで、ケンシーで、EV でブースターさんのね、OK。 よし、行きましょう。良いお天気ね、気持ちいい。あら、いけない、寝てしまった、ようこそ。私、タマムシジムのエリカと申します。お花を生けるのが趣味で、ポケモンは草タイプばかり。あら、やだ、試合の申し込みですの。そんな、私、負けませんわよ。こちらこそ勝ちますよ。さあ頑張っていきましょう。ウーツボットさんでレベルはマックス29だったかな。なんとか追いつきましたね。さあ解放者、一発だ。モンジャラさん解放者、ラフレッシャーさん、さあ解放者行きましょう。勢いだけでやったな。ということで勝ちました、ありがとうございます。まだまだいけますね。ハミスク欲しいな、手助けと変えちゃおうか。よーし、ということで勝ちました、ありがとうございます。レインボーバッジでレベル50までのポケモンがおとなしく言うことを聞きます。そして怪力の技が戦っていなくても使えます。それからよろしかったらこれもお使いになって。さあ技マシン19です。ギガドレインかな。頑張ってます。でギガドレインだったらね、ムーチョに覚えさせるっていうのも手かなっていうのは思うんだけど、
よーし、ということでは4つ目です。勝ちましたよ。で、そうですね、まだ玉虫シティでやりたいことがあるんで、ゲームコーナーにロケット団のアジトがあるので、そちらでちょっと手に入れたいアイテムがあるので、お次はですね、ロケット団のアジトに乗り込んでいこうかなと思います。そうしたらシオンタウン戻って、で次のジム石竹シティかな、向かってみたいな、そんな感じで行こうかなと思います。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。